芸能界の輝く腕時計、自慢か投資か SNS で高級時計が話題の裏にある驚きの理由。こんにちは、尊敬する読者の皆さん。芸能界の華やかな世界には、高級時計を自慢する一連の投稿が増えてきました。今回は、平野紫耀。 川口春菜、ゆりといった著名な芸能人が SNS で高級時計を披露し、その背後に隠された理由について探ってみましょう。これらのセレブたちは、高級時計を手に入れ、SNS で輝かせることで何を狙っているのでしょうか平野仕様の謎の高級時計愛。平野仕様の高級時計愛が注目されています。 彼が初のインスタライブで右手首につけていた高級時計に関心が寄せられ、それがアメリカの高級ジュエリーブランド、ハリー・ウィンストンのオーシャンバイレトログラード、オートマティックではないかと噂されました。価格は驚異的で、36mm のモデルで807万円、42mm のモデルで1107万円もします。 このような超高級時計を SNS で披露することに多くの人々が驚き、質問を投げかけました。一部のコメントは、ケタが一ついくてえぐい、笑えない、いや、あの短期間の活動でもこんなの買えちやうぐらい稼いでたんだね、といったもので、平野の高級ブランド愛が知られていました。また、以前の投稿で左手首につけていた時計が低価869万円の、 ロレックスのデイデイトパベダイヤであることも特定されています。川口春菜とユリも高級時計マニア。川口春菜とユリも高級時計を愛用しており、SNS で披露しています。川口春菜はオーデマピゲのロイヤルオーク、オートマティックなどを所有し、その価格は定価764万5000円です。 他にもロレックスなど100万円を超える超高級腕時計を所有していることが分かりました。ユリは自身の YouTube チャンネルで時計を購入する様子を配信し、オーデマピゲのロイヤルオークオフショアクロノグラフで定価1122万円も支払いました。これらの芸能人たちは、 高級時計を愛用し、SNS で自慢することによって、どのような狙いを持っているのでしょうか高級時計愛の理由を解明。高級時計専門の腕時計媒手専門事業を展開する、株式会社陽気アット地グループの吉山徹社長によれば、SNS で高級時計を自慢する理由は主に2つあります。まず1つは、ブランドの広告宣伝戦略です。 特に一部のブランドは超富裕層をターゲットにしており、そのために人気の芸能人に高級時計を着用してもらい、テレビや SNS でチラ見せすることで宣伝効果を高めています。この手法は長らくこの業界で使用されており、平野使用もその可能性があるとされています。また、ブランドとのコラボの可能性も考えられます。 もう一つの理由は、投資目的です。現在、超高級時計を投資として購入することは国際的なトレンドとなっており、オーデマピゲ、パテックフィリップ、バシュロンコンスタンタン、ロレックス、リシャールミルなどの時計メーカーの一部モデルは、低価で入手することが非常に難しい状況にあります。このため、投資家は、 プレミアム価格がついた二次流通市場でこれらの時計を入手します。有名な芸能人がこれらの時計を着用して SNS で披露することで市場での需要が高まり相場が上昇する効果があります。結論。高級時計を自慢する芸能人たちの行動背後にはブランドの宣伝戦略や投資目的があることが明らかになりました。 これらのセレブたちは豪華な腕時計を手に入れ SNS で輝かせることでブランドの知名度向上や投資の成功を狙っているのかもしれません。一般人には遠藤い世界ですがその背後に隠されたストーリーは我々にとっても興味深いものです。以上、高級時計愛を探る記事でした。皆さんもこの世界の謎に興味を持ったことでしょう。 芸能界の輝く腕時計に関するさらなる情報を楽しみにしてください。